ップのプップップ。皆さんこんばんは、まえです。みおんです。それ合わせてチェリップです。さあ1月10日チェリップのプップップ始まりました。始まりました。はい、はい、この番組は休日のひとときをあなたとチェリップでブブッと過ごす番組です。はい、今日はですね夕方に新春公開生放送というのをねやりました。私たち、そうですよ、あなた忘れてたでしょ。すっかり皆さん来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。本当にでこうやってねまた夜にはこうやって本放送があるってなんか不思議な感じなので、そうだね、今日のテーマはふわふわということで、まゆ一言おかちめんこ何やねん、おかちめんこだったっけ、何だったっけ、あのめんあーよくわからなくなってきたので今日も最後までよろしくお願いします。前はですね、ずっとね福笑いのことが言いたかったんだって。そう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 、いや同じようなもんだよ、同じような顔だよ。え違うっけ。いやびっくりして、えな急にこの人何を言い出すんだろうと思って。いいじゃんいいじゃん、いやいいじゃん、ふわふわとか言ってるから、ふわふわとなんかやっちゃう。いやなんか羊とか言うかなと思って。あ本当だ、羊年だ、みんな羊年だよな。まあチェリップ的には猫年らしいですけどね、まゆ、うん、の何年でもいいよ、まゆの発案により、うん、そうですそうです。ということでメッセージをね、はい、読んでいきましょうか。はい、ポキポキプーさんから。はい、ありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。まゆさんは藤井さん生放送頑張れ、終わったね、終わった、今年もよろしくお願いします。確かに、いやでもこれ収録的には10日より前ですから、今はちょっとやる気出ました。頑張りますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ラジオネームアニメと野球を愛する米子人さんです。はい、まゆちゃんみおんちゃん明けましておめでとうございます。おめでとうございま す, います。年末年始いかがお過ごしたでしょうか。元日早々からいきなりの大雪で、その中神田神社へ初詣に行きましたよ、うん、行ったのか。まゆちゃんみおんちゃんは初詣行かれましたか。今年はチェリップにとっては大切な一年になろうかと思います。昨日、あ、近年、あ、なんて読むんだっけ、昨年、昨年、え昨年以上の活躍を期待しています。そうそうそう、教えて。今年はチェリップとたくさん出会えるといいなと思っていますので、よろしくお願いします。ところで去年12月21日のいつぐまゆ生誕祭、とても感動しました。まゆちゃんの手作りスープとても美味しく3杯も食べました、ね、お食べたの、そういい食べたね、そうだね。それと僕からのプレゼント気に入っていただけたでしょうか。だってどうでしたか、気に入っていただけましたか。気に入りましたよ気に入りましたよとか言う、あでもめっちゃ上からだから、うん、いやー何でもありがとうございますだよ。いやしかもあれですよ、ミオンもねクリスマスプレゼントとか言って、うん、一緒にそうねいろいろといただいてしまって、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にもういやなんかあったかい気持ちでね12月最後のライブを迎えることができまして、うん、本当にありがたいですね。私たちは私たちも去年以上にね、うん、ちょっと感謝を伝えれるように頑張っていこうと思います。 そしてなんか初詣行ったって書いてある。行きましたかって。ミオ行って、ミオ今年も行ってませんよ。今年ね、そうだね、前も今年行ってないでしょ。まだ行ってないですね。まあ時期に行きますよ、時期に。いやなんか前はいろいろあってですね、なんか前はお父さんと一緒じゃないと初詣行けないでしょ。お父さんと一緒じゃないと初詣行けないんだけど、まあ、お父さんとなんか一緒に行けないアクシデントが起こりまして、今年はチェリップ2人とも行けてないということで、めっちゃ意味深な、意味深な雰囲気になる。全然違うよ、全然適当だけどね。普通に行くかと思っとったわ、自分たちだけでも。お父さん意外とお父さんね一緒に行きたいんだっていいがん、そういいがん、そういやそうだよ、親バカだからね、いいがん、なんでいいやねん、なんでいいやねん、それそれ自慢するとこだよ。なんでえいいじゃん、もう娘大好きなお父さん、みんなそうだろ。いやでもなかなかそこまで、いや前一緒じゃないと初詣行っちゃダメだよみたいなの、なんでしょう、あるへん、ない、いやなかなかないよ、聞いたことないよ。あるある、いやいいですな、みんなそう、みんなそう、もうわからないからってみんなそうでまとめました。じゃあ次のメッセージも読みましょうか。はい、名前名前 DJ ドブさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まゆちゃんみおちゃんこんばんは。こんばんは。ちょっと聞いてください。年末にセノシスターさんのライブを見に行ったんです。お それでまおちゃんとマネージャーの森永さんと、うん、
森永さんだってなんかいいね。お話ししてたんですが、うん、そこで鳥取県のチェリップというグループがセノシスターさんのことを大好きで、ラジオで私アイドルをかけてましたよと何気なく言ったんです、うん、そしたらチェリップさんのこと知ってますよ、いつか共演したいですねと言ってくれたんですって、うん、うわ嘘マジで嬉しかったですね。さてそんなことがあった後の大晦日か、うん、大晦日大晦日ね、セノシスターさんは福井県で年越しライブパーティーをやっていました、うん、お友達がそのパーティーに遠征していたので状況を教えてもらったんです、うん、そしたら真央ちゃんが DJ をしていたそうなんですが、ドブーさん今真央ちゃんがチェリップのアシンメトリーをかけてますよと速報をくれました。イエーイイエーイ、これは大変だと思って、うん、即ミヨンちゃんに通報をしましたら、うん、ミヨンちゃんから真央ちゃん宛てにツイートが、さらに真央ちゃんからもツイートが、一連の様子を僕の友達がまとめて真央ちゃんに見せてくれたそうで、 お二人の間が確かにつながったと思いました。だってそうなの、いやつながったよ、いやいいね。実は僕はセナシスターさんがお客さんが2人くらいしかいなかった頃からファンで、うん、真央ちゃんとは長いお付き合いです。そうなんだ、うん、ちょっと不器用だけどいつも真面目な真央ちゃん、真央ちゃん、そんな真央ちゃんがアシンメトリーをスピンしている、この心遣い本物だと確信しました、うん、きっとチェリップの感謝の表れなんですよ。チェリップ、ええの、うん、本当セナシスターさんとチェリップ、うん、共演の暁には僕は間違いなく泣いていることでしょうでしょうね、なんかそんな気がするわ、うん、その日がもうすぐやってくるに違いないと断言できます、うん、今から楽しみです。2つのグループのつながりから新たに感動が生まれるはず、この瞬間を目撃したいです。まいちゃんみおちゃん頑張って、ますます頑張って、チャンスは目の前にあります、応援してます。だっていや頑張りましょうよ、いや本当に、しかもさっきね前がいいなって言ってた森永さんからもですね、みおんにコメントが、ツイート、うん、ミオンが送ったらしてくれて、うんうん、森永さん、森永さんね、森永さん、なんで言ったの、森永さんね、ちょっとあまりの驚きに今声が森永さんっていいね、なんか森永さん、それ前おかしいからちょっと好きだから、大物っぽい、うん、いやでもね、うん、あれだよ、福一回通ったからさ、うんうんうん、遠征の時にぜひね、うん、ライブしたいなって思ってたから、その時すれ違ったかもしれないね、あ本当ね、うん、なのでぜひぜひチャンスがあれば、うん、お願いします、お願いします、私たちが成長しないと追いつかないといけない、はい、と思うんですけど、ね、一緒にできたらよろしいですね、うん、ぜひその時が来たら皆さんお願いします、うん、しお願いします。そしてねそのメッセージが来た時のミヨンはこんな気持ちでしたよ、はい、っていう曲がこんな感じ、もう本当にまさにこんな感じだったから、ミヨンの気持ち的に、あ、分かった分かったって感じだったから、はい、お願いします、はい、鈴木真由美さんで Part of Your World。 チェリップのプープープー、うー、いいですね。さあ、はい、何ですか今週はですね、何何、あのコーナーが2月から変わるって言ってたじゃないですか、うん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 、なので本当だったら今日はですね新コーナーの眉知恵袋というやつをねやる予定だったんですが、うん、まあ新コーナーということでネタがまだ集まってません、ね、うんうん、集めているネタはですねチョコレートについてのうんちく豆知識、あなたが知っていることをまあツイッターで1回つぶやけるくらいの量にまとめて、うんうんうん、眉に分かりやすくちょっと書いてください、眉を知恵袋にするためにですね、そうそうそう、チョコレートに関するチョコレートに関する知識を募集していますので、ね、うん、ぜひちょっとここに送ってください、送ってくださいメールは798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 です。募集先への入り方下手くそでしょ、なんて言ったっけ、送ってください、はいこちらですとかでいいじゃん、はいこちらです、いいのかこの会話ももう3回ぐらいですからね、なんかとりあえず上の部分は言わなくていいっていうのは覚えたからねということですので、うん、皆さんよろしくお願いします。さてということで、はい、メッセージをね今回は読んでいこうと思います。はい、三浦さんです。はい、まゆさん、みおさん、あけましておめでとうございます。おめでとうございます。いつも楽しい放送、心温まるステージをありがとうございます。こちらこそありがとうございます。初めてお便りをさせていただきました、うん、第4次米子映画事変でのお二人の一人みこしがお正月にぴったりと思い年賀状に使わせていただきました、うん、画像を添えておきましたので見てやってくださいませ、うん、見たよ。これを友人はもちろんお仕事関係の方にも送りました。マジか、すげえな、すごいな皆さんご利益がありそうな気がしますね。
今年もかけながら応援していきますのでよろしくお願いします。さならさなら高みを目指してみんなで前進しましょう。だって頑張りましょうということで、すごいですねこれね。ついてきています。ミオに素晴らしいですよ。なんかもうこれを上司などにも送ったと考えるとなんかすごいですよね。いやヒヤッとしますよねちょっとね。じゃあね孫とか娘とかでもいけるんじゃない、まあまあまあ、そうだねいけるでしょ多分。いけるいけるいける。あそうかそうかそうか別に誰だよってならないか。うんそうそう。でも同じすげえ双子コーデしてるみたいな風になるけどまあ。いいんじゃない。双子コーデじゃんみたいな。二卵性の双子か。まあ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 そうなったらいいね。みたいな感じじゃないの。そうか。いやでも、ね、しかもねちゃんとそれだけじゃなくてさくらんぼもついてますからここに。これ多分チェリップ意識で。そうだね。さくらんぼ入れてくれたんですよね。すごいありがとう。ありがとう。いやーこれは。嬉しいですな。嬉しいですね。あしかもですねチェリップワークス宛てに年賀状が届いてですね、ああ、まあ、そうですね。このラジオを聞いてくださっているチームチェリップのみんなとか、うん、この前北方領土の、ね、イベントでご一緒した、うん、あの MC のタクワさん、うん、他からもわざわざ送っていただいたりとか、うん、タクワさんから。そうあの社交ダンスがお得意だって言ってたじゃない、うんうん、だから社交ダンスのかっこいい写真で、年賀状来てたりとか、本当、うん、すごいしたのでありがたかったです。でありがたかったですね。来て、うん、送ってくれた方にはなんか運営の、うん、なんか年賀状が返信された。運営仕様のチェリップのってことね。年賀状が返信されたはずですので運営よりそう、そうだね。それとあと、うん、この前のねそれこそ定期でじゃんけんで勝ったまゆ3名、みおん3名、計6名の方にも無事に年賀状が届いたようで。あ、そう、届いたのかな？届いたか。え、まゆちゃんとかけたの？大丈夫？かけたかけた。でもね、全然あれあれ。あ、小学生書くようなやつ。まず字が汚かったよね。難しい字っていうのはやっぱり。そのね、名前を漢字で書くのは難しいよ。あ、そうだね。そうそうそう。いやじゃあこれはちょっと当たった皆さんぜひ次の定期とかに持ち寄って、うん、公開してください。いや絶対持ってくんね。本当持ってくんな。ミオも見たいからだって。絶対やだ。当たった人よろしくね。よろしくね。マイもよろしくしましたので。ああいや持ってきてください。いい、ね、ということで、うん、でももらってないよって方もね、うん、そんな今知ったよって方もいらっしゃるかもしれない、ね、なのでですね、うん、なんと1月の私たちの定期今月24日土曜日に決定しまして、うん、そちらの方で、うん、まあ、はがきとまではいかないんですけどそのニューイヤーカードみたいなのを ね印刷していいですねお渡ししたいと。来た人にはもうみんな配ろうと思いますので、うん、いいねいいね、ぜひ来てほしいなと思っておりま す。しかもそこでは今日なんていうの募集したカルタを完成したやつでカルタ大会をして、うん、はい、で勝者の方にプレゼントするという企画も ね、 いいね、うん、連動してラジオと残っていますのでほうほうほう、ぜひぜひ来てほしいなと思います、はい、詳しいことはですねまたブログとかそう、ね、ホームページとかをね、うん、見てください。見てください。次のメッセージいきましょう。はい、ラジオネーム疾風の節国さんです。ありがとうございます。かわいいな、まいちゃんとみおんちゃんもかわいいな。こんばんは。もっとちょっと気持ち込めて言ってくれん。かわいいな、まえちゃんとみおちゃんはかわいいな。こんばんは。年が明けました。元気ですか。よかった、元気だったのですね。ということでお正月いかがでしたか。なるほど、お餅に羽根小町、羽根小羽子板じゃねそれ。羽根小判だよ。え、羽根小、羽根小板みたいなやつ。羽子板じゃない。羽子板、羽子板って、うん、うんだってほら。嘘、コマカルタ社長さんも言ってるから。たこ揚げを楽しんだのですね、うん、はい、楽しみました。それでは不撓不屈の不撓不屈かなの精神でいきましょう。にゃ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 だって書いてある書いてある。今ラジオ聞いてるみんなが一瞬どういうこと、眉どうしたどうしたってなった。書いてある書いてある書いてある。え、羽子板って読むのこれで。羽子板じゃん。羽子板って読むの。羽子板ってバドミントンみたいなでしょ。まあバドミントンみたいな。そうなんだ。羽子板しましたよ。これ全部しました。全部した。本当にそれ、うん、嘘でしょ。全部しました。嘘でした。もちろんお正月ですからね。皆さんもう気づいてると思いますけど、ずっと聞いてたらこの言い方しし、嘘のパターンの言い方ですよね。しましたしました。もう皆さん、みんなで気づいてますね。これは楽しかったな。え、じゃあちょっと思い出語ってよ。じゃあ羽子板についての思い出語ってよ。羽子板、今年の羽子板ね。羽子板飛びすぎて隣の家の窓割っちゃった。いや言うけどそんなにね威力ないから。威力あもうあったんだよね。あったんだよ。やってないことが。いやもしそれで割ったとしたら眉どんだけ怪力なのっていう。びっくりした。隣の人もびっくり。眉の怪力さがここで、
まあ、よいよい、アロマになりました、うん、ウィキペディアに多分追加されるやめろよ、眉個人のところに羽子板をして窓ガラスを割るほどの怪力って、あれだから事件事件みたいな付け加えられたよ今、やめてやめて絶対、皆さんよろしくお願いします、ウィキペディアを編集してくださっている方、ウィキペディアは構うのをお願いしますいやいやいや、そんなパワフルなね、うん、私たちに会う機会がですね、まだまだたくさんありまして、まずはですね、うん、ちょっとざっと紹介するね、17日の土曜日はですね、うん、BSS さんの方で土曜日放送しているですね、毎度毎度っていう番組かな、毎度の方でですね、うん、私たちがちょっとした VTR で紹介されます、ね、なんかいろいろあったけど無事に撮影ができてですね、でそれはあの映画アニーのね、そうそうそう、告知なんですけど、うん、カラオケでなんかいろいろと動画撮ったりとか声を撮ったりとかして遊べるみたいで、うん、私たちがそれにちょっと挑戦をしてきましたのでっていう企画ね、っていうのが流れます、うん、そして19日の月曜日は新聞に載る予定でございます、どの新聞かはちょっと今楽しみにしておいてください、うん、え、知ってる、知ってるじゃん、本当、え、本当だよ、え、どのここまでしたやつだっけ、ここでした、わかりました、わかりましたよ、わかりました、この子危ないですね、そして24日の土曜日は、うん、先ほど言ったように定期があって、で31日土曜日今月ラストはですね、うんうんうん、東京に遠征をします、わーいわーい、わーいわーい、東京久しぶりだ、わーいわーい、久しぶりですよ、わーい、しかもですね、うん、この部屋まなみのりささんとかみななろさんというね、もうアイドル界ではもう名の知れた皆さんとご一緒できる予定ですので、ちょっと楽しみにしておりますし、実はですね、私たち遠征を31土曜日、そしてさらに2月1日とまだ東京にいる予定で今ねプランを練ってるんですよ、でも2月1日に予定を組みたいんですけど、なかなかイベントがないのでイベントを探しておりますです、皆さん、そうなんだ、聞きましたか、イベントを探しております、探してます、皆さん一斉につぶやいてください、うん、チェリップがイベントを探しています、2月1日東京横浜らへんですね、ぜひ何かお知り合いなど、まあ、なかったらディズニーランド行こうぜ、いや無理でしょ、行こうぜ行こうぜ、ミオン、そうなんですよ、ミオン2月から自由投稿が始まるのでちょっと自由が効くんですけど、眉がちょっと忙しいので、いいな、いいな、ちょっと早く決まった方がね、やっぱり予定組みやすいので、そう、ね、ぜひお願いしますよ、お願いします、ということで今年も頑張っていきましょう、行きましょいっていう気持ちになってきたので、はい、ここはですね、鳥取精神を忘れないためにもね、うん、名探偵コナンのこのオープニングに使われていた曲をね、ほうほうほう、ちょっと懐かしいと思います、皆さん知ってると思います、難しそう、使おうとここで流して勢いづこうと思いますので、うん、はい、皆さんへの気持ちをここでこの曲で表したいと思います、それでは聴いてください、あゆはい、いきますよ、あゆじりなさんで I can't stop love for you、 難しい、はい、さあ皆さん、この番組にハッシュタグがあるのはもうご存知かもしれませんが、ね、うん、知らない方のためにですね、私たちのこのラジオはですね、ツイッターと連動していてですね、リアルタイムで、うん、ハッシュタグでシャープチェリップのプププってつけてつぶやくと、うんうんうん、今この番組を聞いているみんなのつぶやきがバーって見れるっていう仕組みなんですよ、そうですね、うん、まあ、新年になったのでまた告知をしてみました、うん、はい、いいですね、参加したことがない方ももうみんな普通に自分の思ったことをつぶやいてるだけなので、うん、ぜひ参加してもらえたら嬉しいなと思います、はい、そしてイベントもねたくさん決まっています、メディア出演も決まっていますので、うん、今またおさらいします、17日の土曜日はまゆさん何ですか、17日の土曜日は毎度で CM が流れます、そして19日月曜日は新聞に載りますそうですね、そして24日土曜日は定期があります、そして31日土曜日は東京に行きます、そして2月1日のイベントを仕事を待ってます待っております、仕事待ってます、ちょっと私たちなかなか鳥取から出る機会がね、うん、もうすごいやっぱり旅費がかかるんですよ、うん、もう本当のことを言うとね、うん、鳥取人数が少ないから個人の負担が1人当たりが大きいので、ね、ちょっとなかなか出れないので、ぜひ皆さんこのチャンスを見てほしいし、うん、このなんかチャンスがあったらぜひ私たちに欲しいなと思っておりますので、うん、ぜひよろしくお願いします、2月1日です、2月1日お願いします、東京付近にいます、東京付近にいますので、はい、ぜひお願いします、ということで今日はこの辺で、はい、ね、終わりましょうかね、皆さんいい夢見てくださいね、せーの、おやすみなさい、マイです、ミヨンです、2人合わせてチェリップでした、バイバイ、ありがとう。
どう